気づかれてしまったわ、ミノト。無念です、日の絵姉様。完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。さすがはカムラの里でも指折りの強者。まだまだ私たちは修行不足のようです。うん、ああ。え、勝手に入ってきちゃダメ？嫌ですわ。同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより、佐藤さがあなた様をお呼びです。支度が済んだら出発いたしましょう。たった今、クミが届いたぞ。近々、百竜夜行が起こるそうだ。ついに、始まってしまうのですね。うん。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。モンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いにカムラの里存亡の危機。近いうちに砦で遠征することになるだろう。里を守らねばならん。ご心配には及びません、佐藤さん。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため。姉様、早速準備に取り掛かりましょう。うん、うん、頼もしい限り。その前に、まずはあちら。Thank you.
ったな。行くぞ。いらっしゃいませ。お次は、はい、なんだ？さて、次で最後ですよ。さて、そうそう、あら、気をつけて。お疲れ様っす。どうした？じゃあな。
ありがとうございました。いかがでしょう。こちらです、五国様。お、やっとるか。ギコギコギコ。ギコ。よく来たね。よし。
元気が一番。調子はどう？それでは。荒野はこちら。それではまた。
ですね。リストはこちらです。ホムラの加護がありますように。はい。またのお越しを。どのクエストになさいますか？
特別なクエストも追加されましたよ。